ミキ生児株式会社は、大阪府大阪市北区梅田に本社を置く食品、化粧品を扱う企業である。プルーンを加工したミキプルーンなどを扱っている。本社を大阪に所在しており、本部を東京に所在している。支社、支店は、札幌支店、東北支店、横浜支店、静岡支店、名古屋支店、西日本支店、九州支店、事務所は、森岡事務所。 中津事務所等がある。西大阪支店、大宮事務所、岡山事務所などが所在していた。商品は関東工場、三南工場、西宮工場で製造されている。社名の由来は常に三つの視点で物事を考えようという三軸発想によるものであり、物事を決めるときに二人ではなく三人ならば、 客観的に議論をして正しい方向に持っていくことができるという考えが元となっている。ロゴマークはかつては M を図案化させたようなデザインのものを使用していた。旧ロゴマークは創業当初から1981年頃までのものと1981年頃から1994年9月までのものがある。前者は赤色で M を図案化させたような図形の下側に幹と書かれたもので、後者は赤色で左側に太い枠の中に放物線を描いた M を図案化させたような図形の右側に上下線を伴い幹と書かれたものだった。現在のロゴマークは三代目で心の漢字をモチーフとして赤い容器の中、または外側に三つの点を正三角形上に配置されたデザインである。また、 主力商品のミキプルーンのフォントロゴも1994年頃に形を整えるなどの若干の変更がされている。販売員が訪問して販売する訪問販売企業であり、公益社団法人日本通信販売協会は日本アムウェイ、ニュースキンジャパンとともに健康食品マーケットの訪問販売企業の代表的企業としている。専門誌。 月間ネットワークビジネス2015年3月号によると、日本アムウェイに次ぐ、業界2の売り上げを誇る、ネットワークビジネス大手企業として紹介している。栄養補助食品のランキングではトップである。経緯や実態などについて、樋口昇王のノンフィクションでは、マルチ商法として取り上げられている。ここでは、主力商品のみを列挙する。などなどなど、蒸気記,記述の通り、 1996年10月より、テレビコマーシャルのイメージキャラクターに、俳優の中井貴一を起用しており、現在も続いている。同時に2018年より、女優の滝本美織を起用している。番組名の前のは、旧ロゴマーク時代に提供していた番組。また、和言、ロゴマーク時代に提供していた番組。地上波 BS 放送 CM 開始当初は、 関西、イトブローカルと、お昼のワイドショー、二時のワイドショーの複数者提供をしていたが、途中で、スターバックショー Q&A へ移動となり、その後、木曜ゴールデンドラマへ再移動されて、その後継番組、ドラマシティ92-93まで、木曜日21から22時台のイトブ制作枠で、CM を流していた。しかし、 1993年4月以降は、提供枠が、大阪の読売テレビ制作枠から、東京の日本テレビ制作枠へ移り、1994年10月7日からは、金曜ロードショーで2005年9月30日まで11年に、渡り提供していた。その後は2012年4月6日より、昼なんです。金曜12時5分頃から12時20分頃の、 複数社で復活したが、2014年9月末で、降板し、BS、日テレの、火曜プレミアムへと移った。しかしその番組も数年後に降板。だが2021年10月より再び、昼なんです。水曜に復帰した。1975年に、ABC が、超年展解消後、TBS 系からテレビ朝日系にネットチェンジして以降、おおむね、 新婚さんいらっしゃい。でのカウキャッチャーや必殺シリーズなど、ABC 制作枠の全国ネットテレビ、提供番組の複数者提供を中心に、提供していた。ただし、1988年4月から1991年9月までの、火曜スーパーワイド、火曜ミステリー劇場放送当時はテレビ、朝日制作会も多く、ABC 制作の場合は、 大阪からテレビ朝日制作の場合は東京から喪失した。1995年10月以降はカウキャッチャーから正式スポンサーに昇格した新婚さんの複数社提供を中心にしていたが編成上の都合で年末年始や期末機種で別番組提供やテレビ朝日制作の特番で振り替え放送されていたことがある。 その、新婚さんの提供を2013年9月29日放送分で、優待同年10月3日から、テレビ朝日制作の、徹子の部屋の木曜前半ナショナルスポンサー枠での、複数社提供へ移動して、さらに2016年10月4日より、同局制作の、ワイド、スクランブル第2部の火曜日複数社提供に、提供して、現在に至る。 1975年4月以降おむね TBS 制作の朝のホットラインから続く平日朝ワイドの番組提供と毎日放送制作全国ネットテレビ提供番組を中心に提供していたが1992年に東京枠が朝から午後ワイドへ移動大阪枠も解決ドクターランドへ移動されて以降しばらく提供枠が激しく目まぐるしく入れ替わる ようやく落ち着くのは、東京枠で、関口博士の東京フレンドパークになってからだった。一方の大阪枠は、解決。ドクターランド終了後後後継に番組まで、火曜22時枠で提供するも、1994年3月に、同枠が終了したことにより、木曜20時枠へ再移動される。しかし、 度重なる視聴率不振の余波で大阪枠を東京枠へ返上するなどにより一時期東京枠が二番組、大阪枠は特番編成時のみといった時期もあった。2009年4月には、関口博士の東京フレンドパーク2の木曜20時台への移動に伴い、サンマのスーパーからクリティービーへ移動し、その際に昼帯の火曜13時台複数車提供を始めるが、 2012年3月末で一旦降板。一方のカラクリ TV も2011年3月6日で提供を降板。2011年4月より中井雅宏の金曜日のスマたちへ、提供枠を移動し、2012年3月末で降板。2013年4月に昼帯、月曜13時台複数社提供枠で復活し、 2016年10月より、火曜13時代複数社提供枠を再開して2021年9月28日分まで提供していた。テレビ大阪の開局以降、テレビ大阪制作開局記念特番を中心に時々、複数社で提供はあったものの、定期的に番組提供するようになったのは2012年4月からの日経スペシャルカンブリア宮殿が、 木曜22時枠へ移動してからである。しかし、2013年3月末をもって、レキュラー提供は一時中断されて、2015年4月に東京ライブ22時にいて、約2年ぶりに再開していたが、2016年9月末をもって、再び降板している。その後2020年10月期月曜22時放送のドラマに話数限定で、 番組提供していた。その昔、関西テレビローカルで、天気予報の一曜日スポンサーになったりと富士テレビ、関西テレビと関係が深い。一時期平日昼前の FNN ニュースレポート11時30分の全国ネットワークや関西テレビ制作、月曜夜10時枠の連続ドラマのスポンサーをしていたが、1990年10月にクイズ。 年の差なんてが、木曜19時へ移動してくるまで、一旦、関西ローカルのみの時もあった。その後、年の差なんてから、クイズドルミリオネアのレギュラー放送終了まで、約17年間にわたり、木曜19時台で提供後、一旦、富士、関西系での提供が解消された。2009年4月で、情報プレゼンター特だね。 水曜日の後半枠複数社提供で復帰したが、2014年9月末で降板。提供枠を BS 富士のヨーロッパ空中散歩へと移した。2019年10月で、徳田ね。月曜の前半枠複数社提供枠を再開、徳田ね。終了後も、後継番組の目覚まし8に、提供枠を引き継ぎ、現在に至る。蒸気記,記述の通り、 もともとは在阪テレビ局のテレビ番組のスポンサーが多いが、現在は在京テレビ局のテレビ番組のスポンサーでもよく提供されている。スポンサークレジットに関しては、ミキ・ショージやミキと表示されていたが、現在のスポンサークレジットは主力商品のミキ・プルーンである。なお、1990年代前半以前も番組によってはミキ・プルーンと表示していた。 ありがとうございます。